リーマンショックの時に2年間で売り上げが大きくへこんだというふうに伺いました、はい、そうですね、はい、この建築の業界はですね、当時やはりもう新築が大幅に落ち込みまして、やっぱりマンションメーカーさんも非常に痛手を被った時期でした、はい、2008年 15% 売り上げ落ちました、はい、全く原因が分からずに、はい、突然落ちていくわけですね、はい、で各メーカーさんに聞いても理由が分からないと、はい、なんでだろうって言って業界が右往左往した覚えがありますね、で翌年も 15%、はあ、2年連続で2年連続で 15%15% 合わせて 30% そうです、落ちるわけですか、そうです、はあ、はい、打つ手が全然ない状態でしたね、はい、その苦境ってどうやって乗り越えられたんですか。まあ、一つはですね、やはり他のメーカーさんも同様ですが、はい、やっぱりこの落ち込みが止まったということですよね。2010年からそれが少しずつ回復してきたと。その下がってたものが止まれば、まあ、人間ほっとこう一息つくようなもんで、はいはい、だから下げが止まったというのが一つ。そうすると次には攻めようよという話になるわけですよね、はいはい、ですから、まあ、今までは大体こう流れで、多少の流れでやってたものを積極的に先取りしていこうと、うん、で行動をスピーディーにしていこうということで、はい、あとは代理店網の構築、代理店網の構築、はい、ほう、それまでは比較的 OEM がメインで、そうですね、主力でやられてたものが、はい、その代理店網ということは自社商品ですか。そうです、オリジナル商品、はい、今まで OEM が大体3分の2ぐらいでした。3分の2、はい、全体の、はい、そうですね、売上のですね、うん、でこれを代理店網を構築していくということですね、うんうん、でその時にはやっぱり我々の武器を持ってたもんですから、はいはい、どういう武器を、はい、これは小川くんっていうブランドがあります、はいはい、これお風呂場の住宅向けの排水口ですね、はい、これは OEM が主だったわけですが、はい、でその業界の中でのお風呂場の排水口の名称は小川くんと呼ばれてました、はい、他メーカーさんに OEM してるんですけど、違う名前ついてるんですけど、でも業界で小川くんと、はあ、日本の大体水道業者さんは皆さん小川くんという商品ご存知だったもんです。なぜその自社の商品が OEM 化されて名前も違うもので売られてるのに小川くんがそんだけ浸透したんですか。そうなんですよね、これ我々でも非常に不思議です、まあ、名前の付け方、名前も良かったんでしょうね、分かりやすかったんですね、分かりやすかったね、うん、でも良かったんでしょうし、OEM する前に我々が全国にうちの代理店さんが少しあったんで、そこでちょっと出したんですね、最初に。それでバッと広まったんだと思うんです、うん、それがずっとやっぱり四角い排水口イコール小川くんと、はあ、他メーカーさんのも小川くんと言いますからね当時は多分品番とか、こうなんかこう商品のこうなんかそういう型番でですね、型番、そうそうそうですね、はいはい、なのに人の名前がついてるもんですから非常に衝撃的だったんじゃないですかね。印象に残りやすいんですね。そうですね。で他メーカーの 同系商品も小川くんと呼ばれるようになっていって、はい、そうです、はい、四角い排水口、住宅用の排水口は小川くん、小川くんなんていう市場が確立そうなんです。すごいですね、はい、なるほど、非常にありがたい話ですよね、はい、それがあったおかげで、はい、そのリーマンショックの時に何が、はい、どんな手を打てたんですか、はい、今までその、なかなかお取引まではいかなかったところですね、はい、そちらの方にやっぱり小川くんの話を申し上げたところ、まあ、以前よく売ってましたよって、知ってます、知ってます、知ってますよって、はい、で結構ですね、役員さんご存知なんですよ。自分たちが営業担当で頑張ってた頃に売れてたと。なるほど、はい、すごい売れた商品だと、はい、若い方はご存知ないんです。なるほど、なるほど、はい、もう出世された方々がそうです、ご存知、はい、ですからそういった形でご紹介して、はい、で今まであるところから買ってたとか、はい、あるいはその、まあ、今まであんまり積極的じゃなかったけども、あ懐かしいな、改めてもう一回告知やり直そうと、はい、いうふうなお話をしていただいたり、あるいはバリエーションも増えておりました、はい、当時は先ほどご覧にいただいたあの丸い穴のものしかなかった、丸い穴の金属製の、はい、排水口、はい、今小川君が、種類が5種類ぐらいになりましたので、その種類も増えておるし、はい、用途も広がると、はい、そしてさらに今度は樹脂のグレーチングといったものもやっぱり発売しておったので、溝の蓋っていう商品も、はい、当時は売ってなかったけども今も発売してたので、はい、小川くん知名度に乗っかって、うん、そうです、はい、
丸い商品の場合はユニバーサルデザイン商品とは言えないんですが、樹脂のグレーチングの場合はユニバーサルデザイン商品、やっぱりこれバリアフリー、段差がないお風呂場っていうところが標準になっていくと、あるいは現状もやっぱり必要だと。でそこにやはりその樹脂の滑らないグレーチングだったら非常に商機が生まれるということで、はい、取り組みいただきましたね。じゃあ83年に発売した小川くんの時はその知名度としてわーっと上がっ高くなっていった、はい、でその高い知名度を借りて新しい商品を市場に普及させた、はい、そうです、はいはい、なるほど、はい、ところがずっと小川くんは有名なんですね、島分全然無名なんです今もなお、はい、でも島分が作った小川くんは有名で、はい、これ遡ってこないんですか、小川くんといえば島分だよねっていうのはまだなって、はい、繋がってないんですか。まだついていかないですね。あ、そうなんです。まだだいぶ差が開いてます今だんだんこれを縮めていってるところですね、はい。